はい、乾杯。こんにちは、カッパパです。念願のね、オゼルマヒュッテに泊まってきました。僕のチャンネルで一番再生数が多いのがオゼに関する動画なんですが、その中でもね、最も人気なのがオゼルマキャンプシリーズです。で、このオゼルマキャンプはですね、2017年、8年前ですね、そこからスタートして、今年実施すると、ね、8年連続となるんですが、そこに毎回のように登場するのが今回お世話になったオゼ沼ヒュッテです。オゼのシンボル日内ヶ岳が正面にドーンと見えるね、ウッドテラスが素敵なオゼを代表する山小屋です。というわけでございまして、今回の動画は今年ね、2024年8月17日に実施しました秋の移ろいが感じられるオゼ沼周辺の散策とオゼ沼ヒュッテのご紹介をしちゃおうと思います。はい、それでは行きましょう。はい、スタート地点はね、オゼの福島県側の入山口、三池の駐車場です。この日はね、台風7号が過ぎ去った後でしたので、このようなガラガラでした。で、ここからですね、抵抗外バスに揺られて、沼山峠の休憩所まで、さらに木道を30分も歩くと、オゼを代表する湿原の一つ、大江湿原に出ます。で、今回の動画はね、この大江湿原の途中からスタートします。それではどうぞ。やっぱり風の流れがとても速いです。あれ、ドローン飛んでる。そろそろね、うっすらとオゼ沼が見えてきましたね。ほら、天気すごいじゃない。これもうカンカン照り。まあ台風が過ぎた後だからね、台風一過で、まあすごく空もね、もう真っ青ですね。これ雲がね、晴れると思うんだけど、こっちがね、日内ヶ岳方面だけど、まあ多分今日は雲が晴れるでしょう。素晴らしい天気になりそうです。まあ今日は楽しみにしてたオゼ沼ヒュッテ止まりなんで、いやー、幸先いいスタートとなりそうです。だいぶね、オゼ沼が近くなってきました。直線距離だと、そうだな、500メーターぐらいですかね。で、右がね、ちょっとした丘があるんですけど、この反対側、正確な陣地ね、忘れちゃったんだけど、あの辺だと思うんだよね。戊辰戦争の時の会津軍の陣地があるんですよ。まあ、上空から見るとわかるんだけど、まあもちろんね、じゃあ陣地見に行こうと思って、ここずっと行くわけにはいかないですよ。まあ向こう立ち入り禁止ですけど、会津軍の陣地があって、まあちゃんといろいろ学術的な調査もされたようですね。で、ここね、まあ大勢に行くための道としか思ってない人いっぱいいますけど、これ沼田街道っていう、まあ歴史としたね、もう古の道、古道でしてね。もう随分昔からあるんですよ、ここ。だから、戊辰戦争の時もね、政府軍と会津軍が、まあ、ここで、まあ、勝ち合ったという話もあるんですけど、もうちゃんとした歴史とした道です。だから会津から来ると、ここずーっと行ってですね、オゼ沼のほとりを越えて、で、三平峠を越えてね、徳良の方ですね、に抜けるルートと。はい、こっち行くとね、大江川の橋を越えて、オゼ沼なんですけど、この分岐を右、あの丘ですね。ちょっと行ってみましょう。はい、こちらの丘はね、僕の動画でも何回か出てきたと思うんですけど、尾瀬の、まあ、開拓者というかね、平野長蔵さんという方がいらっしゃるんですが、もうだいぶ昔の方で、まあ今もね、長蔵小屋という名前で、その名前が残ってるんですが、その平野さん。ね、平野さんというのは、まあ代々ね、まあ尾瀬を守ってきた方なんですけど、その平野家のお墓があります。ここ。
盛り上がったところが平野家のお墓ですね。まあ、墓所と呼ばれてるんですが、これ見てちょっとわかりますかね。あの紫の花ね、あれ柳蘭ですね。はい、いっぱい柳蘭咲いてますけど、綺麗ですね。まあ、この時期ね、ちょうど柳蘭いっぱい見れるんですけど、いっぱい咲いてるからね、こう柳蘭の丘なんて呼ばれることもあります。あ、綺麗だね。せっかくなんでね、あの手を合わせていきましょう。はい、ここがね、平野家のお墓ということで、まあ、人のお墓、まあ、むやみに入っちゃいけないんですけど、まあ、ちょうどこの辺まで。はい、どうもありがとうございます。いいね。ここから、ね、三本から松とお手沼を見下ろしてるのね。はい、ここからね、いいね、いい場所だよね。この先見えるのがね、この後行きますけど、まあ、小瀬沼が見えてて、その左側にね、カラマツが3本立ってます。まあ、小瀬沼の象徴みたいな風景なんですけど、その向こうのね、まあ、林の中に、建物が見えると思うんですけど、あれが彫像小屋ですね。だからね、まあ、見守ってるという位置に、この平野家のお墓があります。はい、ではね、もう、沼の方に行ってみましょう。で、ちなみにね、この柳蘭なんですけど、前、動画でもね、説明したと思うんだけど、尾瀬のどこでも生えてるってわけじゃなくて、まあ、僕が知ってるのは、まあ、ここ、平野家の墓所と、もう一つは、三池の駐車場の入り口のとこで咲いてます。あと、彫像小屋の前庭にも、まあ、まとまってね、生えてますんで、まあ、この後寄りますけど、見ていきたいと思います。で、柳蘭という名前なんですけどね、これもあの尾瀬の花という動画を作った時にご紹介していると思うんですが、柳でも蘭でもないです。どっちにも関係ありません。まあ、なんでそういう名前ついたのかよくわかんないですけど、柳族でも蘭族でもないと。まあ、どっちかに関係してるのかなと思ったらね、まあ、全く関係ないということなんで、まあ、一応豆知識で入れとくと面白いと思います。はい、ここがですね、大江川ですね。はい、向こうの沼山峠の方から流れてきて、ぐーっと来て、尾瀬沼に注ぎます。これよかったよ、橋新しくなってて。そう、前やばかったからね。こっから見るとね、あの、かなり目のいい方、魚が見えるそうです。イワナとかね。僕目悪いからね、全然見えないんだけど。どうですか？マサイ族並みの目を持つカブママ、見えますか？いないね。いない、うん、いないんじゃ、いないんじゃ、いないね。トリカブト、トリカブト、トリカブトだってね。ヤマトリカブト、これよくあれでしょ、あの明智小五郎シリーズとか出てくる、うん、うん、あ、これ痛いんだよ、これあざみだから気をつけてください、これ。はい、ぬしりの分岐ですね。ここ行くとビジターセンター彫像小屋方面で、ここをずっと行くとですね、
ぬしり、まあこれ沼一周できるんですけどね。で、まっすぐ行っちゃうと尾瀬ヶ原に出ます。あの見晴らしの方に出ます。売店やってる。はい。で、このね、長蔵小屋売店の反対側が公衆トイレです。はい。でね、使うときは、こう、100円お願いします。いやー、大勢のトイレはね、綺麗なんだよね。本当に。で、今日ね、まあ、泊まる予定の大勢沼ヒュッテってそこなんですけど、まあ、ちょっとね、まだ泊まれないんで、まあ、外観だけ。はい、これですね、大勢沼ヒュッテ。立派でしょ。まあ、僕はね、ここの天場、まあ、こう、左入っていくんですけど、まあ、ここでいつも泊まってるんですけど、今回は、この小瀬沼ヒュッテさんの方に宿泊します。ただ、チェックインが1時からなんで、まあ、今ね、10時45分でしょ。だいぶ時間あるんで、今日背負ってるザックですね。これを、このビジターセンターでデポしてくれるんで、デポしてくれるっても自己責任で置いとくだけなんですけど、身軽になってね、昼飯でも食べに行きたいと思います。はい、これですね、デポ。はい、じゃあね、さっきビジターセンターにザックをデポしてきました。ちょっと柳田見に行きましょう。はい、ここがですね、まあ、説明するまでもなく有名な山小屋ですね。尾瀬最古の山小屋、長蔵小屋ですね。はい、この長蔵小屋のところに、はい、すごいね、柳田。はい、毎年ね、これを見るのも楽しみにして来てるんですけど、はい、これが長蔵清水ね。美味しい、すごく美味しい。長蔵小屋別館は小瀬沼ヒュッテさんの隣にあります。去年ね、この別館で食べたのは、すごいね、美味しいキーマカレー。まあ値段もすごい良かったんだけど、まあそれ以上ね、味が良かったんで、まあすごくね、満足しました。まあ、なんていうかな、こう、この中じゃね、まあ、このね、尾瀬のね、こういった山小屋の中ではね、最近美味しいご飯出すとこ増えてきたんだけど、それでも1番、2番を争うぐらい、美味しかったですね。まあ、栃木弁でね、ちょっとしこばった感じの味でした。はい。はい、ここがね、長蔵小屋別館。さあ、去年はおしゃれカレー、今年は何だろう。何がある。塩。じゃあ
頼んで、はい、あ、飲み物どうする？アイスコーヒー。アイスコーヒー。はい、ピザ、ピザマルゲリータ、はい、すごい。うん。うまっ。いやね。ソーセージ盛り合わせと、なんだっけ、マルゲリータだっけ、うん、マルゲリータ食べたんだけど、うまかったね。まあ、こういうとこだから値段はね、気にしてと何も食べられないんだけど、それにしてもね、まあ、下界で食っても間違いなく、まあ、うまいね。さすが彫像小屋別館。本当、美味しかったです。まあ今晩はね、いつものキャンプ飯、あれも美味しいんだけど、まあ何せ、ひゅってのね、美味しいご飯が食べられますんで、早く夕方来ないかね。まあそんなあれでね、ちょっとチェックインまで、まあいろいろ見て時間を潰したいと思います。わー、がっつり晴れてきましたね。今ね、12時半ぐらいなんだけど、お昼、美味しいね、マルゲリータと、まあ、ソーセージとビールをいただいて、眠くなっちゃったんで、ビジターセンターのベンチでね、少しうとうとしたんですけど、まあ、目の前ね、小瀬沼です。で、あそこに見えるのが、まあ、有名な三本から松。まあ、毎年ここ来たら、まあ、定点記録みたいな感じで写真撮ってるんで、ちょっと三本から松のとこまで歩いていきましょう。はい、ここはね、まあ、小瀬沼のシンボルと言ってもいいんじゃないですかね。三本から松です。なかなかね、結構この DJ アクション4広角なんだけど、それでも入りきんないです。別名ね、ここまあ塚になってるんですけど、小瀬塚って呼ばれてましたね。僕はこれは詳しく僕知らないんだけど、なんか、まあ誰かが埋まってんじゃないかっていう、まあそんな感じの話を聞いたことがあります。尾瀬塚。こうね、白く見えるやつは、岩勝負ですね。うん。渡すげとは全然違います。あ、綺麗だね。バーっと。はい、ちょっとね、せっかくここまで来たんで、ここをぐっと上がってきて、まあ、しばらく行くと、大江湿原とは別の湿原でね、あざみ湿原っていうのがあるんで、まあ、そこまで行ってみましょう。今ね、ぬしりの方に向かってるんですけど、途中でこの鹿柵があります。はい、ここ開けて通ってください。お、久しぶり。あ、立て札が立派になってるよ。前は下にぶん流ってたのに。
はい、ここの分岐はね、こっち行くと長栄新道ですから、日内ヶ岳に登ります。まあ、日内ヶ岳ってね、まあ、掃除法なんで、まあ、猫の耳みたいに山頂が2つあるんですけど、そのうちのね、まあ、向かって右側ですね、まな板倉の方に続きます。だいたい3時間ぐらいかな。はい、でこのまままっすぐ行くと、ここがですね、まあ、ちょっと小ぶりな湿原ですけど、アザミ湿原って言います。先ほどのね、大湿原とはもう全然スケールというか大きさ違うんですけど、ここもね、尾瀬沼に面した湿原で、ここは僕ね、ものすごく好きな湿原で、まあ、多分ね、一番好きな湿原かもしれないですね。まあ、もちろんね、こう季節季節の花が綺麗に咲くことはもちろんなんですけど、草もみじがね、ここはとにかく、見事、うん、すごい見事です。まあ、この辺にね、なんかこう僕が撮った写真かなんか載っけときますけど、草もみじを撮るなら、まあ、ここは一番かなと。うん、はい、ちょうどね、まあ、向かいが日内ヶ岳ですね。まあ、なんせね、まあ、前にも言いましたけど、尾瀬沼周辺っていうのは、まあ、とにかく尾瀬ヶ原の喧騒とは違ってね、本当静かなんですよ。まあ、来る人があんまりいないんですけど、まあ、とにかくね、ゆっくり歩きたい、うん、ゆっくり尾瀬を楽しみたいという方には、この尾瀬沼ゾーン非常におすすめです。まあ、アザミ湿原ね、ここで終わりなんですけど、まあ、本当はね、ここまで来て、ビーチャーセンターの方に戻る予定だったんですが、腹ごなしにね、尾瀬沼の北岸、ね、北岸の方をぐるっと行って、沼の反対側のぬしり、沼の尻って書くんですけど、ぬしりの休憩所まで行って、ピストンで戻ってきたいと思います。じゃあ、はい、今ね、1時27分、ぬしり平に、抜けました。はい、こっちが日内ヶ岳ね。はい、ぬしり平のね、真ん中ぐらいまで来たんですけど、ここ分岐があります。一応説明すると、この右側ね、あそこなでくぼ経由日内ヶ岳って書いてありますけど、ここずっと行くとですね、まあ、登山道があるんですよ。でなでくぼって意味は、要はなだれのくぼって意味なんで、すごくね、こう U 字の谷が続いてるんですけど、とにかくでかいゴロゴロした石が多いので、おすすめできません。何年か前はね、下るの禁止になってましたけど、上りも下りもおすすめできません。でここまっすぐ行くと、見晴らしに出ますね。尾瀬ヶ原に降ります。途中白砂峠っていうのがあって、それ越えると見晴らしです。で今日の目的地はこっち。はい、あそこがですね、ぬしりの休憩所ですね。何年か前ね、まあ何年か前つっても10年ぐらい前かな、燃えちゃったんだよね。うん。で今立ってんのは、まあ、新しく建て直したやつですね。以前はね、屋根がね、バーンとあって、ね、立派な建物でした。あそこ見えるかな、あそこね、桟橋があるの。僕がね、まあ、ちっちゃい頃ね、子供の頃は、長蔵小屋の船着き場からね、ここまで来れたんですよ。あと三平下、向こうですけど、三平下にも船着き場があって、あそこからもね、ポンポン船がここまで、来ました。
いやさ、誰もいないかと思ったらさ、結構いるんだね。さっきのね、休憩所は、まあもちろんあの僕は子供の頃の話ですけど、コーヒーとかね、まあお茶がやっぱメニューにあったんだけど、大福があったんですよ、大福。これがうまくてね、本当に子供心のね、大福とコーヒーという組み合わせがね、好きでした。はい、というわけでございまして、まあ、ぬしりまで来たんでね、まあ、いい腹ごなしになったんで、時間もね、1時38分。だから、お昼間出店に戻る頃は、そうだな、2時半ぐらいかな。ね。で、まあ、そのままチェックインしてね、ウェルカムビールでもやろうかなと思います。ではでは、ぬしりの方まで歩いてね、まあいい散歩になりました。さあ今日の宿、はい、おぜるまひゅってですね、ね、僕の動画見てくれてる方はね、ひゅっての天場でよくあのテント張ってんの見たことあると思いますけど、この本体のねひゅってに泊まるの今回が初めてということです。で行ってみましょう。いやいよいよ泊まることになりましたよ。あれ、お待ちしておりました。いらっしゃいませ。いや、やっとお泊まりいただけるもう楽しみでね、楽しみでね、もう天白クリアしてよかったね。よかったよかった。立場も空いてますけど、寝る時だけはそこ。211。いやー、ここのビールがね美味しいんですよ。あの有名なねオゼジンビールっつってね、めちゃくちゃ有名なビールです。はい。あー、こんだけ入るのね、受付以外は入ったことないからね。211。ああ、211はこっちだね。あ、これね、廊下からね、人数分持ってってくださいということですね。へー、あ、ここだ。おお、目の前火打ちじゃん。すごいね。さあ、火打ち畑が見える部屋ですね。いい部屋だね。おお、いい部屋用意してくれたんじゃない。来た。ご苦労。来たよ、おでじん。おでじん。もうこれがないとな。これで全て丸く収まる。今まで丸くなかったんかい。おでじん。乾杯。全部。
まあ、シルベがさ、あ、今すごいシルベがないシルベに自慢したなんかさ、こうちっちゃくなったよね。ステルスネイル。今日もあったかな。あと、はい。ありがとう。最近、なんか言ってます。リングちゃんと、雷ちゃんと。はい。甘。イカがうまい。それで俺もそれで見た天狗ちゃん。それで見てから天狗ちゃん。これ美味しい。これどうも。あれ。シソマス。あれなんですけど、シソにからし味噌を付けて。はい、今ね、支配人が持ってきてくれました日の江又の、まあ、名物だそうですけど、シソにからし味噌を、うん、からし味噌を巻いてる、ね、あ、こういうやつなんだ、うん、もうやつも食事の用意ができましたということなんで食堂に向かってます。超楽しみ。おう、お部屋の番号とお席にどうぞ。あれ、お部屋の番号、そっか、211、211こちらです、ね、あ、はい、はい、ありがとうございます。セルフサービスです。うん、はい。うわー、美味しそう、美味しそうやん。美味しそうやん。はい、ありがとうございます。はい、うわー、美味しそう。説明いいですか。はい、お願いします。あ、取っていい、大丈夫、大丈夫です。うん、おうどんを鍋に入れていただいて、はい、チャクラマンございますんで、それで火をつけてください。なるほど、はい。で、それでえ、あの大根おろし、うんうん、ハンバーグにかけていただいて、ポン酢か、あ、はいはい、好みですけど、ポン酢をおすすめしてます。はい、はい、これを入れるわけだ、はい、はい、落ちました。蓋を閉めて、うん、おお、いいね。んで、これ大根おろしね、これは、はい、そしてモテルマヒュッテさんのモテルマヒュッテさんは、大根おろしでいただくのを、大根おろしとポン酢でいただくことをおすすめしています。いや、美味しそうだね。これイワナでしょ、イワナ。舞茸ご飯だよ、舞茸ご飯。え、舞茸って知ってる？嬉しくて参っちゃうんだよ、うん、違うか。はい、でビールはね、もうオゼルマヒュッテ名物オゼジンビールです。はい、はい、乾杯。舞茸ご飯でしょ、和風ハンバーグ、漬物、きんぴら、あとこれが何だろう、これ何だろうね、なんかすごい美味しそうだけど、ポテトサラダっぽいのと、これはもうイワナですね、イワナ。それとさっきね、あのうどんを入れた、これもいい匂いだね。ポテトサラダ、ポテトサラダとオレンジ、和風ハンバーグ。はい、こんな感じ。食堂ね、うわ、満杯だね。うん、
ども、うん、めっちゃ来てるね。あとね、おろしハンバーグも美味しそうだね。舞茸ご飯がすごい美味しい。今日の7時から、はい、あのスライドショーということで、あの午前のいろんな動物植物とか見どころの紹介をさせていただきます。勝手に撮ってます。はい、回しておりますんで、すいません、はい、あ、すいません、お時間がありましたら。日の山田の酒だって美味しそうだね。日の山田100年。いや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 、いただきます。どう？おいしい、おいしい。これ、あの朝の分の味噌汁の朝の分の美味しい。味噌汁のときは、味噌って味噌が巻いてるのに、うまいね、これ。味噌を下でも巻いてあるんです。うまいね、これ。これね、どんどん入っちゃう、危険なお酒。カブママがね、どんどん入っちゃう危険なお酒って言ってますね。でそういう時はね、カブママ自体が危険ですね、これ。いやね、舞茸ご飯めちゃくちゃうまいね。おかわりしてきちゃったよ。ていうかね、正直言って、みんな美味しいんだよ。うん、いや、美味しそうだね。ん？あったかいの。いやおー、すごい優しいよ、味が。俺も食いたい。うまっ。俺も美味しい。これがさ、舞茸入ってますね。舞茸と豚バラが入ってます。舞茸と豚バラが入ってます。舞茸。これあー、うまっ。これは温まる。出現に出ました。こっちがね、お寺前、はい、あれが日内ヶ岳、はい、今ね、大江出現の方に向かって歩いてます。こう聞こえますかね、こう鳥の声がね。あのまだ鳴き声弱いよね。まあ朝だから鳥もね
多分寝ぼけてんだと思うんだけど、うん、ところどころね、あの多分朝霧の中のね木道だと思うんだけど、人がいますね。人の声をよく響きます。この分岐をはい、こっちですね、正面のこんもりした丘がね、平野家のお墓、別名柳蘭の丘です。さあ、あそこを登ってね、尾瀬ヶ原どう見えんだかちょっと楽しみですね。はい、これがね、柳蘭の丘から大江湿原を見た絵です。時刻はね、ちょうど5時ですね。うん、はい、こんな感じです。素晴らしい。朝霧がね晴れてきたんですけど、そしたら、まあ大瀬沼のシンボル三本唐松がくっきり見えるようになってきました。あの三本唐松の向こう側のね、白くなってるところ、あそこは尾瀬沼の、まあ、なんていうか、湖面というか、湖面にね、こう、朝霧が漂ってますね。まあ、いわゆるあの、スモークオンザウォーターってやつですね。はい。はい、目の前ね、さっきまで遠かった三本唐松がありますけど、ああ、朝も夕も昼も、ここはどの時間帯来てもいいね。尾瀬沼のね、古城の煙、スモークオンザウォーターも、だんだん晴れてきましたね。今日はね、まあもちろん、こう、天気予報も晴れだし、現実も晴れそうなんだけど、気温の上がり方が結構早いんで、朝霧なんかもね、割と早く、こう晴れてきちゃいましたね。うわぁ、綺麗だなぁ。温泉卵か、いいね、納豆、いやー食ったね思いっきり食っちゃったね。撮影の様子を撮影するはい、はい、
もっと笑ってもらいます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回はですね、台風7号の影響でね、ちょっと天白ではなくて、まあ、小屋泊ということで尾瀬にやってきたわけなんですが、昨日はね、やっぱり天気予報通り午後から晴れて、で今日もね、お天気マークはついてるんですけど、まあ、尾瀬の天気っていうのはまあこんなもんなんで、まあ、午後には間違いなく晴れてくると思います。まあ、初めてね、尾瀬沼ヒュッテに泊まったということで、やっぱりね、楽でいいわ、泊まりは本当に。まあ、テント担がなくて済むしね、食材持ってこなくて済むっていうのもあるんですけど、やっぱりね、もう本当にあの作ってくれたものを食べるのが一番やっぱりいいですね、美味しいですね。本当に今回ね、もう豪華な夕食をねいただいて、いやー最高だったね酔っ払って食後すぐ寝ちゃったけど、本当にね、尾瀬沼ヒュッテのスタッフの皆さん、若い方多いんですけど、本当にみんなね気持ちのいい連中なんですよ。やっぱ人の良さを感じますよね。本当にいつ来ても気持ちがいいですね、尾瀬沼ヒュッテは。まあ、そんな感じで、今回は、まあ、キャンプして、こう、飯を作るという動画からね、ちょっと路線を外してね、尾瀬沼の周辺と、尾瀬沼ヒュッテを堪能するという企画でやりました。いかがだったですかね。はい、素晴らしいね、夏の尾瀬沼でした。ということでございましてね、本当に皆さん、長々とご覧いただいてありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。カパパでした。